やっぱりもしデートで行くってなったら室内も綺麗な方がいいからね。外は意外と洗車機とかでパパって綺麗になるけど、室内綺麗にするって結構大変。始まりました、メカニック TV。 今日はね、室内系、まあ洗車よくやってるんだけど、まあ、室内をどうしたら綺麗にできるかっていうのをやろうかな。今回買ったのこれ、最近よく見るよね、このなんかマイクロファイバーなんとかこれなんかほこり取る用だよね。だからこういうのはもうどうなんだろう、こういうので取った方がいいのかね。だからよくさ見かけるのはさ、あの鳥の羽みたいな、よくなんかお父さん世代とかの人はさよく置いてあるよね、こういうとことか、こういうところなんか茶色い鳥の羽、何の羽か分かんない、フクロウの羽みたいなさ、ああいうのもあるし、まあ、最近やっぱほら私がよく言う努力より科学、多分これも科学の一種でしょ、まあ、こういうところのホコリはね、取っても取ってもいくらでもたまるからね。まあ、こんだけちっちゃいからね、グローボックスの中入れといてもそんな邪魔になんなそうだし、デートで女の子助手席に乗せるっていう時にササササササってできるから便利だよね。ついてるんだろうな、でも目に見えないホコリたちが。これはだから水洗いもできる、乾くまでに時間かかりそうだけど、水洗いしてと、まあよく見るのはこういうのだよね、濡れティッシュの車内用。これね、グローボックスとか、こういうドアのパネルってなんか変なやつで拭いたりとかすると色が白くなっちゃったりとかするの。だからこういう、まあ、ただのウェットティッシュだったらただあれ水だろうから、でもあれもいろんなの入ってるからね、意外とシビアだよ、ドアパネルとかダッシュって。だからこういうちゃんと車内用のダッシュ用がおすすめ。まあ、よくわかんないで塗っちゃうと白っぽくなって、その白が取れなくなっちゃう。だパーツクリーナーとかでやったら白くなっちゃって大変。だこれはしかもツヤも出るらしい、なんと汚れ落とし&ツヤで、このすごい濡れたやる時、一番取り出した時は汚れを取る。まあ、こうなるとやっぱホコリがさ、こうまとまって出るね。なので最初はこれでホコリを取った後に、まあ、これナビとかだよね、あとミラーとかガラス、でこれ汚れを取る、これはこういう川にも行けるらしいよ。でね、このドアパネルがね、特に女の子はそうなんだけどさ、化粧とか日焼け止めとかがつくと白くなんだよ。それをちゃんと落とさないと、私のはねこの肘置きとかが日焼け止めがいっぱいついてすごい白くなったりとかしちゃう。化粧がついた手とかで触るとすごいよ、もうすぐ白くなっちゃう。で汚れを落としてちょっと半乾きっていうの、完全に空になる前だね。で拭くとツヤが出るらしい、書いてあった。そうやって濡れてる時に汚れを落とし、ちょっと乾いた時に拭くとツヤが出るっていう。この産後はさ10年11年うちで、最初はすごい綺麗だったの、多分前のオーナーが太陽の下なんかで保管してないんですよ。でも私の手に渡ってからは太陽の下ほぼ太陽の下です。まあ日陰、私が家の駐車場日陰だけど、台風の時は工場の中入れるけど、まあ、ほぼ炎天下の下に一日止めたりもするから、どん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 ダッシュが劣化してきて、最近汚いなと思うけど、意外とダッシュってこれツヤを出せば綺麗に見えるから、出たツヤ出てるね、出てる気するよ。どう、ダッシュ交換ってすごいお金かかるからね、ダッシュをなるべく綺麗に
保ちたいんだけど、もうほぼ乾いてきちゃった。基本車というものはツヤさえ出てれば綺麗に見えるからな。でもう一度言うけど、気をつけるポイントはダッシュは意外とすぐ白っぽくなっちゃうから、変な材料が入ってるこうウェットシートとか、パーツクリーナーとかスプレータイプのシュッてやってやると白く残っちゃう。で残るともう消えない、何しても。だから室内やるときは専用のがおすすめ。私とかは結構大雑把な性格だから、そのパッパッパッってやっちゃうんだけど、ダッシュとかあのトリムは本当に白くなっちゃうから気をつけた方がいいかな。ということで今日のメカニックはここまで。